今回は夏のシーンで使えるスポーツサンダルコーデを紹介していきます。スポーツサンダルといえばここ数年よく見かけるアイテムですよね。基本的にはサンダルはカジュアルなアイテムなので、切り目アイテムとしっかりバランスを取ることが重要なんです。これから活躍するスポーツサンダルですが、夏のシーンによって着こなし方を変えることでよりおしゃれな人に見えやすくなります。はい、まず一つ目が白と黒のモノトーンを基調としたコーディネートです。このようなね、黒というのは重さを感じる色なので、どっしりと男らしい印象を与えやすいんです。比較的頼りがいのある男性像に見せやすいので、デートシーンにもぴったりなんです。黒は重たさを感じるというふうにお伝えしたんですけども、このようなスポーツサンダル、こちらを足元に合わせることで肌を露出していますので、軽さが加わって抜け感のある印象を与えることができるんです。それに加えてこのような白いロング丈カットソーを裾周りに見せることで、黒すぎてのっぺりしすぎない夏コーデに仕上げることができます。はい、それでは次のコーディネート、このようなベージュは今年のトレンド色なので旬な印象を与えやすいんです。ちなみにこのようなシャツコーデは特にですね、前ボタンを閉めることできちんと感が出やすいので、デートとかで大事な清潔感を印象付けることができるんです。ちなみに今回はこのような解禁シャツとスラックスを合わせてるんですけれども、足元にこのようなサンダルを使って少し抜け感を加えてます。なので硬すぎない大人カジュアルコーデになるんですね。そういった程よいカジュアル感がある大人コーデは好印象になりやすいので、ぜひ覚えておいてください。さらにですね、綺麗めなパンツとカジュアルなサンダルでバランスをとっているので、こなれた雰囲気に仕上がるんです。夏といえばバーベキューですよね。そのようなバーベキューとか暑い夏の日はショートパンツとスポーツサンダルを合わせたコーデがおすすめです。ただショートパンツもサンダルもどちらもカジュアル感が強いアイテムです。今僕が着てるような無地の T シャツだったりとか、ダークストーンの T シャツを合わせて落ち着いた印象に仕上げましょう。全身カジュアルアイテムを使っているんですけれども、色とかで大人っぽさを意識してみましょう。次のコーディネートです。バーベキューといったシーンはですね、食べたり飲んだりしますので、なるべくラフで楽なコーデにしたいと思いませんか。例えば今僕が履いているワイドパンツは履き心地も楽ですし、なおかつ今年っぽい印象に仕上がるのでおすすめです。一見ね、暑いと思われがちなワイドパンツも、今僕が履いているような麻コン素材、リネンが入った素材のものを選べば比較的楽で快適に過ごすことができるんです。また夏のワイドパンツって重たいと思われることもあるんですけども、スポーツサンダルを合わせることでこのような印象も解消することができます。トップスにはですね、このようなネイビーのものを合わせると上品な夏コーデになるだけではなくて、バーベキューシーンではですね、結構汚れやすいといったこともあると思うんですけども、汚れも目立ちにくいといったメリットもあるんです。せっかくのショッピングシーンなので、今年っぽさを取り入れるのもいかがでしょうか。例えばこのような解禁シャツにデニムのネイビーを合わせて上下同系色にしてこなれた雰囲気に仕上げたりとか、さらにスポーツサンダルを合わせてですね、今年っぽさを加えてみましょう。はい、最後にですね、こちらのコーディネートです。基本的にはシャツとかカーディガンっていうのはカッチリと見えやすいんですけれども、襟のないバンドカラーでカジュアル感を加えたりとか、このようなスポサンでカジュアル感を加えることでバランスのいい夏コーデが作りやすいんです。7月に入り、まだまだ暑い夏は続きますので、ぜひスポーツサンダルを使ったコーデを楽しんでください。今日使ったこちらのサンダルはですね、もし気になった方は概要欄の URL からチェックしてみてください。僕たちのチャンネルでは毎日こんな感じでおしゃれに役立つ動画を配信しております。もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。こちらおすすめの動画です。ぜひチェックしてみてください。